柳沢慎一は、東京府東京市出身のジャズ歌手、俳優、声優、福祉活動家、ボードビリアン、作詞家である。M3 所属。NPO 法人日本アビリティーズ協会会長顧問、有料老人ホームキママ館東山と名誉館長。旧芸名は、柳沢慎一、柳沢慎一。江上富から、在野の料理名人と呼ばれた。 柳沢愛子の息子。戦時中、東京で空襲にあって、祖父母の住む新潟県長岡市に疎開するが、長岡でも空襲にあって、東京に戻る。東京都立豊玉高等学校在学中、日本共産党の下部組織に参加するも、男女交際の乱れを嫌い、青山学院高等部に転校。青山学院大学文学部英米文学科中退。高校時代、 信者ではないが教会に通っているうち、ヤントという宣教師に出会い、社会奉仕に目覚めるとともに、聖歌隊で歌い始める。1950年、戦災孤児や障害者の遺問費用を年出するために、新中軍クラブでジャズを歌い始める。このことがきっかけで、1952年、ジャズ歌手としてデビュー。戦後の学生歌手第一号として人気を集め、 1953年から1955年にかけて日劇に500日間出演という記録はその後も破られていない。当時は押しかけた客で日劇のドアが閉まらず、外を走ると電から舞台が見えたと言われる。キングコロンビア・ビクターの3つのレコード会社から誘いを受けたが、一社選ぶのは不公平だと誘いをすべて断ったこともある。当時、エノケンロッパ。 金五郎の喜劇五三夜から可愛がられ、特に、榎本健一からは、三村定一の後を継ぐのはこいつしかいない、柳沢を俺の二代目にすると言われたこともある。また俳優としては主演、助演合わせて150本以上の映画に出演。テレビ早々期から、テレビドラマにも数多く出演した。声優としては、奥様は魔女のダーリン役の吹き替えなどで知られている。 1957年10月12日、当時新東宝所属だった女優の池内純子と品川プリンスホテルで挙式したが、1958年1月17日には池内が実家に戻ることとなった。原因は性的不一致、目がしっかり物すぎた、池内の暴力など小説が噂されたが、真相は不明である。1960年5月23日、 日劇ミュージックホールのヌードダンサーの瞳春よと再婚。同年春、日劇ミュージックホールのヌードショー、夜にたむれて、に、柳沢が特別出演したのがきっかけであった。ただし、1989年には、柳沢は、独身と報道されている。1962年7月17日、自宅に覆面応答の侵入を受け、首を絞められ、10万円を奪われる。 自らも、腰椎と頸椎のヘルニアや股関節脱臼に苦しみつつ、長年にわたり福祉活動をしているが、1981年、国際障害者年にちなみ総理大臣表彰を受けるまで、自らの福祉活動を否得し続けていた。福祉活動のために家屋敷を売却したこともある。重い交通事故に遭い、その後遺症で頭痛に苦しんでいるが、 恋ではないからと加害者から一円も受け取っていない。2000年に、明治、大正スクラッチノイズを刊行し、健在ぶりをアピールした。2010年に CS ファミリーチャンネルで、無法末の一生が再放送されるにあたり、同ドラマに、警察署長役で出演していた柳沢が、雑学王として、本編放送前後に、明治、大正の時代背景やドラマ創創期の裏側などを、解説し、 おいてもなお射脱で元気な姿を見せている。また、TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ、東京クス助その新世界にも不定期で出演していた。俳優用が海外ドラマその他。ありがとうございます。